プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りします。はい、はい。今回も映画、うん、出会いは奇跡にご出演いただきました素敵なゲストをお呼びしています。はい、今週も本当ね、素敵でね、綺麗な方なんですけど、出会いは奇跡の、市役所の、担当をしていただいた、田中智子さんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと早速なんですけど、まず軽く智子さんの方から自己紹介をしていただけますか。よろしくお願いします。はい、はい、しました。フリーアナウンサーをしております田中智子と申します。もともと NHK でキャスター、リポーターをしておりました。現在はラジオパーソナリティやナレーターなどをしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さすが、ね、素敵な、ねね、声、はい、ね、本当田中智子さんって呼んでいいですよね、ここで。もちろんです。はい、ありがとうございます。田中智子さんと、お会いしたのって、あんまり、ね、本当最近なんですよね。実はそうなんですよね。そうですよね。うん、まだ多分数ヶ月、ね、3ヶ月とかそれぐらいだと思うんですけど、はい。ご紹介していただいてね、で、出会いは奇跡の、映画の話をちょっとさせていただいて、はい、出ていただくことになったんですけど、本当ありがとうございました。はい、とんでもないです。素敵な機会をいただいてありがとうございます。はい、実際このお話を聞いていただいて、最初に出会いは奇跡のその映画の、想像していた点と、あと2つ目に、実際現場に入って、ビフォーアフターじゃないですけど、こういう想像していたら実はこういう形だったというのはちょっと皆さんにお伺いしてるんですけど、ちょっとそのあたりお願いします。はい、まずレンさんからお話をいただいたときは、はい、レンさんがすごい嬉しそうな感じのお話を持ちかけてたんですよね。これからすごい楽しいこと言うよみたいな、なんかそのにまにま顔が私は忘れられないですね。にまにましてたんですね。もう覚えてないですね。はい。にまにまでもだからレンさんね、なんかね、楽しみにね、されてあるからね。で、なんかそれで映画よかったら出ませんかって声かけてくれて、率直に嬉しかったです。ある。はい。多分ね、レンさんのその幅広いお人柄の中から、人脈の中から、多分いろんな方の顔が思い浮かんだと思うんですけども、その中で、その一人としてこうって私の顔を思い浮かべていただいて、オファーしていただいたっていうことが、まず私はすごく嬉しかったですし、まず映画の雰囲気、こういう映画にしたいんだっていうお話を伺って、その雰囲気に、なんか合うからっていうことも言っていただいて、なんかその一員に加われるってことがすごく光栄でした、私は。はい。で、お芝居自体はNHK の青森局のキャスターの時に一応劇団でやってはいたので、でも10年前ぐらいになるので大丈夫かなとは思ったんですが、レンさんがですね、なんかそれは芝居は上手い下手じゃない、僕が求めてるのはそういうのじゃないっていう、この芝居の上手い下手じゃないってことをまず言ってくださったので、なんか私はそこは大船に乗ったつもりで安心して撮影に臨むことができました。はい。で、実際、はい、この間撮影をさせていただきましたけれども、やっぱりとても想像した通り楽しかったですね。ありがたい。はい。なんか私、その生放送の現場っていうのは一応ね、こういう仕事してるのでたくさん経験があるんですけれども、なんかこうピリピリしてたりとか、なんか自分に追われてたりとか、ね、なんか誰かが揃ってないとか、いろんななんかこう、あるんですよ、絶対。ありますね、アクシデントがね。そういう雰囲気っていうのは全くなく、真子さんとレンさんのこのね、優しい穏やかな雰囲気っていうのに包まれて、なんか撮影が
できたので、私もなんかこうふわふわ優しい気持ちで、なんか終始こう何かこうピリッとする瞬間っていうのは一切なくリラックスして撮影を進めたと思います、うん、よかったです。あとあれでしたよね、一緒に共演していただいた方もね、宮内さんという男性だったんですけど、はい、宮内さんすごいなんかチャーミングな方でお芝居の経験ある方ですよね、もちろんね、絶対そうですね、はい、そうですね、なんかすごくお芝居のそのなんていうのかな、根底にあるものっていうか、ちゃんぶんすごくお芝居が上手な方と私組ませてもらったので、うん、なんかね、本当にあの時だけですけども2人でちょっと市役所の職員になりきれて、宮内さんのおかげで、うん、市役所の雰囲気っていうのは結構出せたんじゃないかなと、うんうん、もうね本当ね再現してましたね、そうイメージし希望していたものがもうほぼ 100% 再現されていて、良かったです。良かった、本当良かったです、うん、ちょっとねセットが狭かったんですけど、うんうん、楽しかったですね。そうそうね、すごくそうそう狭くて、ちょっとそう。蓮さん役のうなぎさん、うなぎさんと、はい、私本当に膝ついてたんですよ、膝と膝が。膝を引き合わせて の話ってよくあるんですけど、本当に膝と膝がついた状態で。うん、私も役所周りに昔しちゃった時に、うん、近いシチュエーションが何回かありましたね。ちょっと狭いんですけどって言って、うんうん、本当に狭いんですけど。そういう時って契約が決まる確率上がるんですよね、遠いところからこう話すよとか、はい、さらにこう親近感が湧く感じがします。確かに、そうそうそう、お茶菓子食べるよりもなんか肌と肌とぶつきそうな時の方がもう一緒にやりましょうみたいな感じそうですね、その空間を一緒に味わってる仲間みたいな感じになって、そうですね、一体感ありますね。ありましたね、ありました、ありました。いやー、田中さんとはちょっと23分で足りなさそうな気がしています、ね、今の普段の活動とちょっと今の、PR をですね少し、うん、5、6分話していただいて大丈夫なんで、うんうん、ちょっとお願いできますはい、大丈夫です、はい、どん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 、QR もなんなら URL とかも載せますので、はい、大丈夫なんで、わかりました。じゃあ、はい、今の活動、そうですね、もともともう NHK 青森放送局というところでキャスターをしていて、その後ニュース渋5時という NHK の番組で、まあ、リポーター兼ディレクターというのをやっておりまして、現在は完全にフリーランスでアナウンサー業をしております。で、事務所に入らず完全独立という形で、ご縁がつながった方と今お仕事をさせてもらっていまして、で、私今すごく一個やりたい野望というか夢があるんですね、うんうん、ラジオで言って大丈夫なことですね。もちろん、はい、はい、会った人によく私なんか話すんですけれども、はい、自分のすごい好きな分野が相撲だって話ってしましたっけ。あ、はい、伺ってます、ね、ちらっと伺いました、ね、相撲の愛していらっしゃる、ね、うんうん、相撲の愛がですねちょっと止まらなくて、自分の相撲チャンネルを作ろうかなと今思ってるんですね。YouTube の、はい、はい、まあ、NHK 時代にいろんな相撲部屋に取材に行ってもらって、まあ、照ノ富士とかいろんな力士を取材した経験があって、それで相撲をすごい詳しくなったんですけど、NHK 卒業してからもやっぱり相撲好きだなと思って、で、今本当にね、自分でもう好きなことができる時代というか、はい、ですね、発信する時代なので、自分のちょっと相撲チャンネルを作って、うん、まず自分の今までの知識とか、なんか自分のこの相撲に対するこの目線だったりとか、いろんなのをちょっとこう、くっちゃべるチャンネルを作って、はい、発信していこうかなって今ちょっと思って。それは、ちょっと質問なんですけど、うん、はい、まあ、おしゃべりをするということなんですけど、お相撲さんをひょっとしてプロデュースところから始めるっていうのもありですか。はい、もちろんです。力士と絡んでいきたいので、ですよね、うん、まずはね、一人でこうしゃべるところから始まるんですけど、うん、どんどんコラボしてって、うん、力士をプロデュースするとか、まあ、力士の方に出てもらうとか、
まあ、ちゃんこの食リポをするとか、うん、なんかあとはなんか相撲を好きな人とこう一緒にねこう隣同士で話すとか、はい、ちょっとこう私がこう相撲の魅力を私の目線で伝えるっていうのをちょっとやってみたいなと思って、うんうん、っていうのをこう発信していきたいなと思ってます。あ、そうですね、なんか未来相撲協会とか作りますか？協会を作るぜひ。なのでちょっと協力してくれる方を今すごく募集していて、あのまあ相撲を知らないけどちょっとこう相撲の話知りたいっていう人とか、はい、女性目線で相撲の魅力をちょっと教えてよってこうよ思ってらっしゃる方とか、 なるほど。あとはなんか相撲ってその日本の伝統文化でもあるので、うん、そういうこうなんだろうね、なんかこうお相撲さんが着てるこう浴衣とか着物とか、はい、なんかいろいろこうなんかこう日本のこう伝統文化ともちょっとコラボできるかなとか、うんうん、なるほど、はい、思っていまして、はい、で最終的にはというか私はアベマの相撲 TV に呼ばれるっていうのが一応目標です、うん、あなるほど。相撲チャンネルを作って相撲女子目線のトークをしてる人ってことで、うん、なんかちゃんと相撲愛を語れる女性ってことで、うん、アベマ TV に呼ばれリポーターなり、うん、まあ、コメンテーターなり、うん、なんか番組進行なりでちょっと呼ばれるっていうのが今一つの、年内の目標です。あ、なるほど。すごい。今ですね、また僕しょっちゅうひらめく人なんですけど、はい、1個ちょっと面白いことひらめきましたよ。ちょっと実はこの公共の電波で言えないので対談終わってからお話します。今言えない。今言えないです。これ言あの痛くない。いやだけどそうなんですよ。もう話すとなんかいろいろ出てくるんですよ。ピピピピッと、ね、アイディアが、ね、はい、いやでも すごい素敵な夢ですね。でも、うんうんうん、もうなんかもうね、なんかもうイメージがもう田中さんの中で出来上がってるから、うん、もう絶対それはなんかもう実現しそうですね。うんうん、実現させないといけない。うんうん、実現する絶対に。うん、ね、僕はさせないといけない。ああ、ね、ね、応援してもらえると嬉しいです。いやなんか。私はまあその相撲というものが相撲の話ですごい盛り上がったんですけど、はい、あまり詳しくもなくあまりその世界に入ったことはなかったんですけど、うんうん、ただ今の田中さんのそのやっていきたいという気持ちとなんか作り出すっていうところに私は興味があって、うんうんうん、多分後付けで後からちょっと相撲が好きになるんじゃないかなという今予想してるんですけど、うんうんぜひぜひもう、ね、国技館もよかったら一緒になんか相撲で、ね、なんか見に行くツアーとか私やりたいなとか思ってて、うんうん、国技館っていうところね、そうそうそう、ね、多分相撲好きな人とか詳しい人と一緒に行くとすごい面白いと思うので、そうね、ええー、もやりたいなとか思ってたり、新たなる次の人生のテーマ、ね、相撲ですね。でもなんかこう相撲の魅力をね、田中さん的になんかこう言うと どういうところがこう魅力があるんでしょうか。なんかねもう本当に語りきれないんですけれども、とにかくね力士のね美しさっていうのがまず一個なんですよ。あ、力士ってすっごい清潔なんですよね、うんうんうん、なんていうのかな、とっても綺麗だと私は美しいと思っていて、なんていうかこの令和の時代に髷を結って裸でこう相撲を取るっていうことがとってもやっぱりアナログだし違和感があるんだけど、なんかそれをこうずっとこう何も変えずに続けられているっていうことがまず私はすごいなと思っていて、うんうん、なんかね普通そういうのってだんだん進化していくじゃないですか、どんどんそういうのって、うんうん、スポーツとかってね器具がこう進化したりとか、でも相撲って何にも変わらなくて、うんうん、変わらない美しさっていうのがあるなって思ってて、うんうんうん、何一つこう変わってないですよね。相撲の取り方とか大銀杏の結い方とかルールとか、うん、土俵の大きさとか、なんかそれってすごく私はこう日本の伝統文化、美しい伝統文化だなと思ってて、うん、それをちょっと女性目線で広げていきたいし伝えていきたいなって思ってて、うん、確かにでも本当そうですよね。
もう変わらないですよね、相撲だけは。変わらないですね、うん、またちょっと走り出しましたよ、私の頭。まあ確かにそうですね。ねえ、変わらない良さが、ね、うん、本当奇跡的な出会いで田中さんに出会えて、また新しいものが動こうとしています。うん、ちょっとだけ話戻るんですけど、はい、もうあと少しなんですけど、この出会いは奇跡、すいません、ね、戻らせていただいて。もちろんもちろん。出会いは奇跡のその台本を読まれたご感想と、うん、あと2つ目なんですけど、これからちょっと9月10日の YouTube の配信を楽しみにしていらっしゃる方に何か一言、その2点いただけますか。はい、まず読んだ感想というのは、まこさんのですね、この壮絶な人生っていうのをしっかりこう知ることができて、うん、なんか私はまこさんのさらにファンになりました。ありがたい、嬉しいね。ありがたいですね、うん、高くてすごくこう優しいイラストを描く方の背景っていうのって、あ、こういうこうなんか波がある人生だったり、いろいろこう考え抜いて悩んでる時代があって今があるっていうのを、なんか背景を知ることってすごい貴重なことだと思います、うん、まあ、それをまずこのストーリーを読んで、あ、この優しいイラストはこういう背景から来てるんだっていうのを知ることができたってことが、私はすごく良かったなとまず思ってます、うん、でこの映画を楽しみにしている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まこさんの絵がね、まず好きっていうファンがすごく多いと思うんですが、さらにファンが増えて、でイラストだけじゃなくてまこさん自身のファンも今後すごく増えていくんだろうなというふうに思っているので、うん、ね、私そしてたくさんの方が本当に心待ちにしてくれてるんじゃないかなと思います。うん、嬉しいね。ありがとうございます。嬉しいですよ、ね、本当に嬉しいです。もうね、もう本当にもう感謝しかないです。はい、感謝しかない、はい、もうあと9月10日まで、からもうあと2ヶ月ちょっとですからね、うん、はい、待ってる方がすごい多いんですけど、はい、はい、うん、多分ね、自分のそのいい過去って多分さらけ出したいと思うんですけど、うん、隠したいところをやっぱり出すってすごい勇気だと思いますし、うん、その勇気を出してくれるからこそ、なんかこう見る人もすごくそれを受け止められるというか共感できると思うので、なんかすごくいい映画になるんじゃないかなと確信しております。嬉しいです。本当ね、もう今おっしゃってくださったみたいに、もう知られたくない過去の方が、うん、だったので、うん、実際にね、やっぱ映画を作るとなると、うん、なんかもう本当にすごく複雑な、うん、まあ、でもね、この映画を見てくださった方がなんかね、少しでもこう励みになったり、あ、自分ももう少し頑張ってみようかなだったり、うん、実際ね、今ちょっとね、落ち込んでる方だったり、こう人生に迷ってる方々が、ね、この作品を見ることによって、少しでもね、励みになるのであれば、うん、いいなと思ってます、うん、はい、最初は多分ね、うん、映画作るよっていう、僕は多分すごい相当びっくりしたと思うんですけどそう、過去をさらけ出すよみたいな話になるので、恥ずかしいですよ、知られたくないから、うん、どちらかというと今までずっと隠してきたので、うん、はい、それをね、隠し続けてきたものを皆さんに知られるっていうのは、そう、今まで月夜の下でこうなんかお団子食べてた人が、はい、太陽の下でなんか、ね、パーティーをする感じに変わるみたいな感じ、いい例えいいですね、今の月夜のお団子から太陽の下でパーティー、そうそうそう、バーベキュー、いい酒飲みながら、うん、やっと太陽の下に出てきたかなみたいな感じですね、うん、ちゃんとね、お月さんのイラストもあるし、太陽のイラストもあるし、はい、なんかね、いいですよね、いいですね、はい、いやー、涙もろくてすいません本当ですか、いや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 、今後の田中智さんの、うん、なんか、まあ、先ほどのお相撲のお話いただいたんですけど、はい、ちょっとまたそれ以外で、はい、まあ、実はこういう趣味があるとか、うんうん、こういうことをやってみたいっていう、ちょっと未来像を少しお話しいただけますか。
そうですね、まあ、いくつかあるんですけど、今パッと思いついたというか出てきたのが、まあ、出身が青森県の八戸市っていうところで、はい、もっと青森に関わるちょっとことがしたいなと思っているんですね。あの例えば、まあ、地域おこしだったりとか、なんかあのまだまだ青森の知られざる観光を、まあ、自分の力でこうどんどん PR して青森に来てくれる人を増やすとか、うん、なんかそういうふうにちょっと青森と東京をつなぐみたいなことはあの積極的にやっていきたいなと思ってて、なるほど、なんかこう青森って多分どこに行くってなると大体みんななんかねぶたを見に行くとか、なんか姫路城の桜見に行くとかってすごい大きい、なんていうかな、観光名所みたいなのあるの、もう小さいところって結構知られてなくて、そうそうそう、あの東側とか、そうそう、で青森行く方って大体私にどこ行ったらいいとかって、飲み屋さんとかお土産何買ったら大体聞いてくるんですよ、うんうん、そういう人たちのためにもっと青森ってこういうとこだよとか、うん、でそれこそ私はこう発信するのとか喋るのが得意なので、うんうん、こう人にねこうやって発信してつなげていったり、なんか青森のファンがもっと増えるような、なんかこうつなげ役みたいな感じにはちょっとなりたいなと思ってますね。なるほど。あの私ですね、あの全国北海道以外全部回ったんですけど、うん、昔で、はい、あ昔ですね、はい、青森の八戸にクライアントいるんですけど、八戸です、うん、最初は八戸っていうのは初めて、あの僕は鹿児島出身で鹿児島からずっと回ってたんで、うん、まあ、当然分からなくて七戸八戸ってある、うん、あそうなんだ、そう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 、そうそう、あと有名なのは弘前城って言って、桜が5月ぐらいね、うん、一番遅く、まあすごい大きいところ。あの、そう、そこでアップルパイとか食べたことあるんですけど。ああ、アップルパイいいですね。あの、まあ定期的にね、リンゴを青森から買ってるのもあるんですけど。八戸結構ね、いいよ。あの辺りも。何回も行きました、私。そうそう。あの、クライアントがいます結婚式場で。すごい全国各地にさすが。だからどこの方も、私新潟出身です、どこ出身です、でそこの話をすぐ切り替えてやりますね。もうああもうあと今ね、もう少しになりましたね。いやだけど本当ね、あの田中智子さん、あの今後ともあの末永くよろしくお願いしたいと思っております、こちらこそよろしくお願いします、うん、根本真子さんの最後に何かね、はい、まあ、出会って、うん、もう本当まだ数ヶ月しか経ってませんけど、そうそう、うん、一言なんか大丈夫ですか。もうなんかね、本当ね、あの会うたびに、うん、あの素敵なね、あのお言葉をあの、うん、頂戴するので、もう本当にね、もうそれがねすごく私にとっても嬉しいよね、はい、もう嬉しくてすごく励みになるので、うん、ね、今日またね素敵なまたメッセージをいただいたので、うんうん、またそれをね本当にね、田中智子さんありがとうございます、うん、これからもどうぞよろしくお願いします、はい、じゃあ、 あの今日はあのね、本当あの、うん、ゲストの方田中智子さんでした、はい、はい、はい、今日も素敵な出会いをありがとうございました、はい、はい、ではこちらで対談コーナー終わりますので、ありがとうございます、ありがとうございます、またお会いしましょう、はい、この広い空の中で君と会えた、それが奇跡、愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ、二人で見た夜空に光ひとつ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる、
しい時笑顔の数が溢れるよね空にたくさん悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱きどんな時も信じてる闇があるから星は輝くよ雨が降るから